はい、孤高のインタビュアー猫太郎でございます。今日はですね、なんとあの今話題の懲役太郎さんの、元カノ、昔付き合っていた彼女という方にインタビューができることになりました。もう私がこの猫太郎がですね、この満を持してこの皆さんが聞きたいことをね、この懲役太郎とはどういう人物なのかっていうことをね、もうあの極悪非道の男のね過去を暴いてやりたいと思います。では、そうですね、 A 子さんとしましょう。 A 子さんに、お話ししてもらいます。はじめまして。あの懲役太郎さんの、まあ、元カノっていうのかな、昔付き合っていた、まあそうですね、名前は A 子と言います。まあ何でもお話ししますんで聞いてください。あ、そうなんですか。じゃあ、どういった関係なんですか。あの大学院の同じ、学科を専攻してまして、その同じ、ゼミで一緒に勉強していました。へえ、そうなんですか。なるほどね。なんか大学院で刑務所のことですか。違います、名古屋大学です。へえ、そうなんだ。まあね、なんかね、そんなことはもうどうでもいいですけど、で、なんかあんまり面白くないな、これ。こんにちは。前科3番、893番、懲役太郎です。これさ、にゃおにゃお、わんわんわん、にゃ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 お。にゃお。前科3番、893番、懲役太郎です。やっぱり安いもんだとダメだな、これ。稲葉跳ねる。ホロライブ。ヘズマリュウ。これ面白いな、これ。もっとなんかこういう時に出てこないよな、なんかもっと面白い。何にもこれやっぱり考えなしでやるとろくなことないな。おう、また考えて出直します。
前科3番893番、懲役太郎です。すごいなこれ。はい、今日これぐらいにしときますよ。みなさん、なんで、キミコなんて言ってるのか、あの庶民の豚どもって言うんだよね、あの、もうちょっと考えてないのかな、これ。白野さんだと滅びよ人類、違う庶民の豚ども、なんて言ってたんだっけ、お尻にキュウリを入れましょう、違ったな、もうちょっと一回やり直しますわこれね。はい。